はい、おはようございます。花の広場でございます。4月の1日、今朝9時回ったところですけどね、スズメさんが前へゴロゴロしてます、庭で。今日は桜が満開でございますからね、例年来てるんやけどね、今日は特にどうしても撮ってほしいことで、昨日来る予定だったんですけどね、昨日はね雨で5分待ってて、もう夕方やっぱり来れなかったですね、雨で。朝一番でねちょっと撮りに来たんですけど、はい、こんな花の広場すごいですよ、ここ。年から年中ですね、ここね、花の広場。いろんなのも植えてあるんだけどね。じゃあ、あの上の桜の、満開の桜を取りに行きましょうか。チューリップちょっとまだ早いかな。今つぼみでございます。小さかったんやけどね、今から20年ほど前ね、ここ初めて来た時、この辺の桜の木はね本当に細い木やったんやけど、だいぶ大きくなりまして、覚えてますね。この桜の下で、ね、弁当食べたら覚えてるね。ちょうど満開でございます。今日明日ぐらいまで行きますかね。もう花吹雪一歩手前でございますね。でチューリップを今からもっと時間かかるんですよ、これ。もうあと1週間ぐらいかかるかね、これ開くのにね。やっぱ綺麗やね、桜、満開の桜。今日も晴れますよ。今日明日はもう最高でございますよ。最高やね、これ。今日ちょっと温度が低いんでね、今8度ぐらいですけど、明日まで持つね。ちょっとこの辺は花吹雪になっとるけど、はい、最高や今日。今日は最高やろね。うまみ丘陵公園には桜が約1000本ぐらい植えてあるらしいんやけどね。あのここから見ると山が一個しか見えないね。二条山ですね。チューリップの花壇でございます。赤白黄色、白ないか。スポーツ広場から見るね、桜でございます。桜満開でございます。地面にはチューリップがいっぱい咲いてますけどね。あと
20年ぐらいするとすごいやろね、この桜も。この千本の桜がまだちょっと小さいの多いんでね、ちょうど20年前っていうのはね、これぐらいの桜でした。これぐらいの、これが大体20年ぐらい前でしたわね。この、で今がね、この20年前の桜がね、どれぐらいだったかね。20年以上だったらこんなになりません。これ20年以上だね。こんなになるんですよ。すごいでしょ。あのさ、苗木が。あんな小さかったんですけどね。これで20年以上経ちますかね。この桜でね。あの桜は満開でございます。もうね、桜吹雪になってますからね。これちょっと早いぞ。風が吹くたびに桜吹雪が散ってますから、もうちょっと青かったら言うことないんだけどね。空の青さがもちょっとね、水分が多いかな。去年は夏来たんかな、ひまわりの頃。その後何回か来てるんだけどね、あの古墳もあっとるから花は全くね、頑丈なかったですね。いつ来ても花はどっかにすごいこと咲いてます、年から年にね。ただ駐車場がね、農地サイズとちょっと混むようなことをおっしゃっておられたけどね、早めに来るか、9時頃まで来るか、昼からね、2時以降やったら、まあ、空いてますよ、言ってね。こんなこと言ってましたけどね。今日9時過ぎとるけどね、今日ちょっと朝曇ってたんでね、出足が遅いみたいですね。まだ車、駐車場空いてますわ。もう9時、ちょっと20分ぐらいになったかな。花、花、花、桜、桜、桜でございます。こんな状況です。360度、360度、花、花、花でございます。花、桜、花、桜、花、はい、こんなでございます。はい、馬見丘陵公園でございました。桜満開でございます。どうぞ来てくださいね。今日明日満開です。はい、ありがとうございました。